アダルトチルドレンでも大丈夫。無意識に〇〇を損してる人へ〇〇で行きやすくなります。ということで、今日のトピックはアダルトチルドレンでございます。これはどういうことなのかというと、子供の頃に家庭内の不和、えー、いろんなね、問題がありますよね。そうやって大人になってしまった方々をアダルトチルドレンというふうに言います。えー、ですから、ある意味、あの、内側にトラウマを抱えている方、あれ 全員じゃないっていうことですよね。アダルトチルドレンって、要は、あの、みんなでございます。運命の人とは出会えない、本当の自分自身のポテンシャルを活かせない、など、アダルトチルドレンの対処法がわからないことによって、瞑想してしまう、表面的に幸せだなって、私自身も前の結婚の時も思ってましたけど、でもそうではない、本当に癒すっていうことね、アダルトチルドレンの癒し方。で、それ全然難しい。 知って癒すっていうねそれ自体っていうのをしっかりとあなたが受け取っていただければねどん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 あなたが自分らしく唯一無二の存在としてこの地球上で輝くから今日はもう本当にアダルトチルドレンの部分っていうのを徹底解説をしていきたいというふうに思っております。ということでどんなアダルトチルドレン問題がね起きやすいのかっていうところから少し整理をしていきたいというふうに思います。 まずどんな現象として症状として現れるのかということなんですがこれね。 1>, 1個目、いきなり言っちゃいますけれども、自分を信じきることができない、すなわち自信ないんですっていうね。これはね、私も含めて、自信というところでやっぱり課題を抱えるっていうのはね、本当に多いなというふうに思いますね。昨日ね、自宅に帰ってくる時に、ある男性2人とね、すれ違って、その男性2人っていうのが、もうすごいこうね、あのガニ股で、ちょっと両腕を ここね開けながらもうすごい勢いで歩いてきたんですよねその彼らの無意識が私に言ってくれた言葉は俺を認めてくれって そういう声がもうだだ漏れている状態だったんですよね。ちょっと嫌な言い方をしてしまえば、うらしそうな態度を取っちゃう。要は傲慢に見せなきゃいけない。自分の本当の価値よりも大きく見せなきゃいけないような、そういう態度をする方ってね。もうそれって、え、愛情不足っていうのね。 それっていうのも結局はアダルト、チルドレンってことなんですよね。ということなので、この自信不足というのは、劣等感っていう形で出てきて、劣等感っていうのを隠すために優越感を感じようとする。私の場合だったらば、私のね、20代からの思い込みは、私は普通の人よりもね、バカだから覆い隠すように浸す。 英語通訳という努力をして通訳ですからっていうその通訳という肩書きで昨日の,そのお二人のような歩き方 私は心の中でっっっていたっていいたたうことだったんんでですよねなんで極端に偉そうな態度を取る人それから極端に努力をし続ける人それがやっぱり多いかなんでもあのみんな少なからずそういうところありますからあの心配しないでください要は分かってれば対処法ができるしねということで1つ目でございましたじゃあ2つ目いきたいと思いますノー、no、と言えないという状態これ英語で pleaser って言いますけれども人の顔 色ばかかかりを見てて大大丈夫かな大丈夫夫ななってこう喜ばせ屋さんっていうのかな人の顔色見過ぎているのでノーと言えないしもっと言うと自分が本当に欲しいものさえも分かんないっていう状態になってしまっているっていうことねあるパターンっていうのは本当であれば旦那さんはもうしっかりと奥さん にね、言いたいことが言えればいいんだけれども、奥さんを喜ばせようと、共済化みたいな感じになっちゃうっていうのかなもうこれはね、わかりますよ。めちゃくちゃ、この人口も多いんじゃないかなと思いますね。そして次が、根本の自信がないからこそ、他人に、 夢を持たせてしまう。子供がお受験をする、そのお受験の結果が自分の通信簿だっていう風に思っちゃうみたいなタイプだったり、これがキャリアウーマンだとどう出るかっていうと、仕事の成果が自分の夢とか目標みたいなことになっちゃう。外側に本当の自分以外のところに重きを置いてしまって、夫の勤めている会社の 名前とか、私だったら自分の会社の大きさとかあるいは私が通訳だったとしたらどんな人を通訳してるのかとかそういうところで自分の存在感を感じてしまってそれがないと自分はダメだっていうことは 根っこに自己価値の欠落という問題があるのわかりますですので、こうやってやってしまった後は、お子さんが引きこもりになってしまうっていうパターンとか、このお母さんのもとで育ってしまうと、逆に今言ったプリーザーにもなりやすいということになっちゃいますね。これが結果としてですね、境界線を引けないっていう状態になってしまうという、 ことがになり、境界線を引けないからこそ、ノーと言えないだったりとか、あるいは、お母さんの借金問題なのに、あなたが、えー、その借金の問題を抱えてしまったり、という風に、本来の自分の人生じゃなくて、他の人の人生の問題で忙しくすることによって、自分の人生と向き合わないっていうことをやってしまう。でも、皆さん、本当に安心してください。今お伝えした 内容は全く問題ないですから一瞬にして解決しますから要は無意識が承認欲求を求めているっていうだけなんですよこれ全部,全部今ね詳しくいろんなパターン説明しましたけども無意識に承認してくださいって言ってる だけなんですよ。ですから、自分で自分のことを承認すれば以上、この問題全部なくなるからっていうだけなんですよ。日本人の方々は特にこの承認欲 を傲慢さとかうぬぼれとかにならないようにナルシストにならないようにという気持ちが強いのと自己中になったらいけないから他人の欲求を先に満たしなさいという人に迷惑かけちゃダメよこの言葉によって皆さんはすごいかっこいい王子様だったのにカエルになってしまうという魔法にかかっちゃってただけみたいな感じなんですよ。で からこれさえやればいいよお伝えします。答えはうぬぼれにならないから安心して自分で自分のことをようやってるねって。 認めてあげる。だけど、これ自分を愛して許してあげるときに、あなたが当たり前ゼロ感謝をやらなかったとしたらですよ。完全にうぬぼれ、自己中、偉そうな態度をとる、傲慢になるという罠にはまります。これはもう簡単で、そのうぬぼれになっちゃうのは、ただ単に当たり前ゼロ感謝をやるの、一緒にやるの忘れたっていうだけ。 だけなんですよ感謝してれば絶対うぬぼれないし感謝してれば傲慢にならないんですよ今日これでああどこかこういうとこそうだったなーって思った方もう大丈夫ですよある意味この仕組みっていうのが分かればお子さんがいじめにあってしまってあーどうしようって言った時にもそれも全然心配ないですからそのお子さんの自己愛を育んであげればいいでもそれはお母さんであるあなたが自分自身の自己愛を育んでいただければその背中 顔見ていれば子供もちゃんとそこにね行くことができちゃんと自分で自分のことを守れる境界線をね弾けるようになりますからねということでえやっていただきたいことまず一つ目誰に一番認められたかったというのを書き出してくださいそして何て言われたかったのかその人の声で何度も何度も自分に 言い聞かせてあげてください。そして、毎日自分に当たり前、ゼロ感謝を書いてあげてください。本当に当たり前に朝ライブやってる私は素晴らしい。これを書いてください、皆さん。そして、自分自身と目を合わせていただいてですね、鏡の中の自分にそれを声を出してね、言ってあげてください。えー、そして、毎日会社で仕事している、えー、お父さんは、ま、素晴らしい。毎日 朝ごはんを作っている私は素晴らしいそして自分をハグしてあげてくださいということで今日はねあの本当に本当に皆さんに何かね気づきを もたらすことができていたら本当に嬉しいなというふうに思います。そしてね、みんなでこのアダルトチルドレンな自分っていうのを癒して、みんなでね、もっともっと奥をね、楽に稼ぐ。そして運命の人と出会う。そして本当に幸せになっていくっていうことね。それをみんなで作れたら嬉しいなというふうに思います。はい。ということで、今日も本当にどうもありがとうございました。それでは、ハーブルメイズニンデイバイ